あ皆さんこんばんこばはたただいいまままごご紹介にあの預かりましたあのでございますあの今、ただいま本当に一生懸命走っている最中でございましてえこれまでのやってきたことをサマリーとしてですね言、まあ、うようなまだ立場ではございませんがあの2005年に帰ってきましたらちょうどあの今内閣府参与になっていますあの平田先生からですねあのオリンピック担当の、えー、早稲田で。 あの喋ってくれということで、えー、8号館で、えー、550名ぐらいのお話をしたのが実は人前ででここういういいとを話すす最小でございます、えー、やってきたことも含めてあのまとめておりましたので、まあ、どこ行ってもトーンはぶれないであのお話しているつもりでございますがああのたくさんこうやってございますんでこれがフルバージョンでございまして、えー、50分ではとても無理なので、えー、1番2番 それから時間があれば3番目のマーケティングというケーススタディをお話したいと思いますその前に実はあの大半のグロービスさんにはお世話になっておりまして先ほどお話堀先生からお話ありましたように自分あの商社の研修生でありましたので今後グローバル化するには ということとか、将来のトップマネジメントを作っていくにはどうしたらいいかと考えまして、実は、アシックスビジネスリーダースクールという、まあ、一種、社内、えーまあ、エリートスクールみたいなものを作りまして、その経営学等につきましては、あ財政経理分析も含めて、じゃグロービスさんにお願いして、英語の方はベルリッツにお願いしております。20代後半、30の中から後半、40の後半と。 いう3つのクラスにしまして、ここからですね、まあ、英語も伸びる、それからそれぞれの20代、30代、40代後半までそういうことを勉強して、極論すれば、その49でこのコースを卒業したら、すぐ、まあ、本部長クラスになって、50代初めの投資枠を作りたいなということでやっておりまして、あの4年ほど前からですか、大変お世話になっております。 さてあまり時間がございませんので、えー、どっちかな、あれ、次、はい、そっち <coughs>、パワーポイントはこれ、あじゃあ、あのアシックスの、えー、グループの概要をご説明したいと思います。えー あの会社が1人、大塚喜八郎という人は、実は昨日あの私の履歴書、BS ジャパンで後半やってましたけれども、後半した神戸の中で、もう能登に迷っているような子どもたちを見て、スポーツの世界に入ろうということで、創業いたしました、中卒の社員1人とデスク1本でやっていきまして、え。ー 最初の頃この技術も分かりませんので、神戸の製菓会社に数ヶ月行って、まあ、1か月かそこら行って、見習いをしたということが最初でございます。で現在、全世界の人間が6500名ございますがあの、日本も含めてどんどんあのリテール、小売店アウトレットと、アスクショップ、お店シ,ショップを広げておりますので、毎年、数百名、高校が増えております。 えー、現在、国内13社あ製造業もありますが、えー、海外40という形になっております次、えー、これがですが、えー、2000年、実は2000年の8月にヨーロッパに行かされましてこれはあの2000年99、98年と当初は新日本監査法人なんですが、えー、数百約200億円の引き当てをさせられまして、えー、その後に行かされました。えーその時が 1, 億です海外売上比率が30%でした、この13年の日本流フィスカリア、いわゆる4月からの決算では70%ぐらいで3395です、今年決算機を変えまして、あの変則決算になっています、日本の一産だけはこの15年に入りまして、この15年から、 あのいわゆるキャレンダーマンス、1月から12月までの決算に変えてますが、この14年の予想はです、ね、この上回りまして約3400という発表をしております。大体いい、あ明日次に、大体いいアメリカ、ヨーロッパが一緒になってきました。ヨーロッパが先行していったんですが、アメリカがこの2年ぐらいかなり伸びてまして、ブラジルも伸びておりますので。 あのアメリカの伸びがちょっとだいぶあの激しくなってきているという感じです。次にえブランド価値なんですがここに書いてますように2009年にインターブランドこれロンドンなんですがあの日本のブランドジャパンズベストグローバルブランドというものを発表いたしました。 2004年に発表したときがすでにベスト30に入っております26、現在、ランク18になってます、ただ、これはですね、基準がございまして30、30%以上が海外売上でやられていること、それから東証設計等に株式上場されて、非常な財務情報が流れているということがございまして、その意味では、三菱 u f j モーガンスタンレーじゃないミスビエフジェイ銀行とか楽天それからユニクロが入ってませんでもし彼らが30%以上等の買い上売り上げなりますとバサッとどっかこの辺に入ってきますえただ一つ特殊すべきなのはですね電気等が多いんですがえそこにありますように資生堂それからキッコマンユニチャームアシックスとまあこの辺がいわゆるソフト系の商品を 売っているというところが違います。次に事業領域を申し上げます。え、三つのドメイン事業領域でやっております。え、こちらは皆さんご存知のあのアスレティックです。で、これがオニスカタイガーと。 のスポーツスタイル系です。えこれが先先先週先々週ぐらい東京の前に東京の方で発表いたしましたが、アミカニナさんのあのデザインしたウェア靴です。えこれはあのハローズの。 とタイアップした癖なんですが、鬼塚大河なんですが、今はもう使っておりません。一応完売で終わりました。<laughs> で、この辺がヘルスアンコンフォートということで、私これ九十一年から二千年までずっとやってまして。あの、いわゆる歩きやすい、足にいい、そのビジネスシューズ、およびパンプス等の三つの領域でやっております。このヘルスっていうのが一つ、今後の日本を考えたときに、少子高齢化の中において、このヘルスっていうのが一つの。 ビジどうめんに注目すべきエリアになってくると思いまして先月ですね東京のあ大阪関西の西宮にトライアスという機能特化型デイサービスを立ち上げましたいわゆるスポーツ歩けない方もあのその当社のプログラムをやると歩るようになるということであります次にグローバルのグループなんですが2005年に日本に帰ってまいりましたから結構作ったんですが 今、ヨーロッパグループ、EMEA、それから、まあ、アメリカコンチネントでってるんですが、カナダ、ブラジルがありまして、メキシコが、えー、今年立ち上げました、えー、それからあのアジアはちょっと難しいんですが、大きく分ければ、ジャパン、それからコリア、それからグレーター・チャイナ、それからそ,それを外したシーズのエリア、それからオセアニアになってます。えー、よってこここのががアスクスアジアなんですが、えー、そこにヨーロッパや アジアのヘッドコーターを持っていきたいなと実は考えてましてそういうネーミングにしましたあえてアシクスアジアを通しましたただどうしても考えなきゃいけないのはこのグレーターチャイナでしてやはりあのテイストとかみんな違いますし距離感から考えてシンガポールから行くのはちょっと遠いですし香港から近いんですがもうすでにあのデモのことでお分かりになるように長年見てますけどももうほとんどチャイナの分子みたいになってますんで。 なるべくニュートラルなポジションにあのアジアは来たいと思いましたのでポを選びましたえ次にこれはなんですが私たちもあ神戸勤務も今東京勤務もなってる人も、えー、911じゃなくてあの1月17日の95年の神戸の大震災経験しておりますんでちょうど3月11日3年前はですねあの取締役会をやってまして神戸でも揺れたんですよね。 で東京から来てる役員いますんでその携帯がすぐなりましてあの幕張から車が出れないってい話になってでちょっとやめようと。でテレビをつけましたら大湊にもう船があ水がいっぱい越えてるっていうそういう状況でして、えーえー、ということと仙台港の三井アウトレットにあのえー アウトレットのショップを出したんですがそこの5人が行方不明になってましてとにか月曜日のとにかく日曜日の昼には安否が全部ケ、OK、ーになったんですが月曜日の8時にですねちっちゃなメンバーがいいと思いましたんで5から7名の責任者を集めまして危機管理委員会を立ち上げましたで、その中の1週間2週間目からです1週間過ぎか2週間目の初めにですねその中からブライトとモローするスポーツとスポーツを通して 現気づけというようなものが出てまいりまして、1年間1億0歳から18歳未満、歳歳19歳になるまでスポーツ用品を提供しようと、それから実はあの前提がございまして、規模がどんどん大きくなるのが分かってきましたので、ご両親を亡くされた方という前提をつけましたそうしますと、約200名ぐらい、もう登録されております。 で神戸へ連れてきてあのボロボロだったのが20年経ったらこういうふうに変わっ,たよっておるということを見せるあとは現地にあのスポーツ選手と送り込みまして、えー、元気づくということをやっておりますあのやはり去年桐生君が行ってくれて18歳だったんですがやっぱりそれが大変あの子どもたちに元気を与えたんではないかと、まあ、そのように思いますで次 <laughs>、えー、会社はですね先ほどご覧に入れたあの看板の下で、えー アニマサナインコープロサノと健全な身体に健全な精神が荒れかしということをそのまま1977年に三者合併したんですがそれを社名としてこの頭を全部取ってまいりましたこれが鬼束喜八郎さんが最初にビジネスを始めた時のもともとの原点でこれは兵庫県の体育局長からこの言葉で子どもたちを元気づけようと 元気るることとによって国も明らくなくそれにはスポーツだと、まあ、こういう論法でやってましてこれをつけましたのはあのヨーロッパリストランの中においてなんか集結するものが必要だと思ったのでコーポレートフィロソフィーというかファンディングフィロソフィーっていうのを作りましてブランドのキャッチに、まあ、日立のインスパイアなんとかってもあれですねあれで使い始めます、えー、英語で使ったんですけどサン,サンドマインサンドボディ まあいろいろサウンドっていう発音がアメリカ人はいいんですが、ヨーロッパ系にはのサウンドっていうのが。こうヘルシーだとか、そういう意味に取れられないんで、ちょっと時間かけましたが、あのキャッチして。彼の方が今これを、よく理解できてるという状況になっております。これが歴史でございます。まず海外についてどういうことかと言いますと、ここがポイントでして。え大西さんは大正生まれで、やはり洋服が死ぬまで、大変隙がない。 えー、洋服を着てます、えー、古くから多分1960年にローマオリンピックに行きましてこれがそのローマオリンピックの中での写真なんですがそこから、えー、でのレガシーじゃないですか1964年の 東京オリンピックにですね、そういうブースを持ち、すでにそのにまに、まあ、これはあのバレーボールのジャパンの東洋の魔女も入ってるし、あのレスリングも入ってるんですが、都内は金メダル21を取れたと、まあ、ここで海外プロモーションをやっていったということになります。えー、それで72年にアメリカ、シカゴに事務所を開設したんですが、そうする社員がいませんから、あの外部から入ってきて、やられる、えー、作ったんですが、 あまりに寒いということで、翌年にはロスの方に移っております。で、ドイツもあのアイダスプーマの本拠地ですが、あのデュッセルドルフに作り得ております。で、この1977年にアシックスが作ったんですが、オリンピックの流れをずっと見てるときに。 アイダスが突然バレーボールで靴のみならず、ユニフォーム、それから外に着るもの、それからバッグも全部アイダスで作って、今後はすべて統一のブランディングですね、になるということをご本人も発言しておりますが、そうすると靴会社でありましたので、これは違ってみるの、あのあ3社の2つはアパレル会社でして、それで合併しようということになったのが1977年であります。でこの79年もですね あのビジネスオンリーでないんですが慶応のバレーボールのあー加藤監督がですね、あのペルーへ行くという時に同時にサポートも含めてペルーにあの作り同時にブラジルを作っております。でこのの…辺からですね、あのブラジルの、えー ブランディングはシックスタイガーなんですがあのやあのサポートしてましたし当時外資規制がございましてライセンスが儲かったお金製造ですねこれは全然外,外に出ませんでしたんで数億数ミリオンという USD をあの投下しましてバレーボールの男女のサスポンサーしてますこのせいなのかブラジル会社をこの現地生産管理会社からマーケティング販売会社に変えていったんですが。 この3年前年比、ブラジルレアルでは前年対比50%伸びています、今、10月いっぱいでは前年対比60%ぐらい伸びてまして、ドルとの掛け算しますから、バリエーションは減っているんですが、もうその時の間隔でいけば、もう200ミリオン USD 以上のスケールになっております、そういう遠い昔の、意図しないマーケティングが運、ね、うん十年も経って戻ってきているいい例ではないかと思います。 まあ,あとはこんなふうにしたんですが、全然いい話じゃなくて、全部赤字です。で、80年代、90年代初頭までは、スポーツは日本は盛んであり、大変物も,も売れましたんで、日本で稼いだ金で、アメリカ、ヨーロッパの赤字を全部埋めていったと、単純に言えばそういう構造です。極端なのは、94年に、ノイズって、あュセイドームの隣の町なんですが、そこからオランダ、アムステルダムに移ったんですが、で、借金、赤字を全部ドイツに。 残していったんですが、まあ、いろんなことをやることによって2003年には黒字転換を、まあ、借金を全部返したというこういうかっこいいんですが、えー、経理的に見るならば非常にミゼラブルな状態であったとはいで次、えー、それでここに書きましたようにあの引き当てさせられて2000年の8月にあの赴任いたしましたで 首都はあのちょうどとこのユーロ・カレンシーの移行が2002年1月1日にもう決定しておりまして、す、えー、でにこの時期は、次のヨーロッパを考えるには遅かったんですが、幸いにですね、次、あのオランダ日本商工会議所の講演が行きまして、タイトルがその、これは、 欧州における経営環境変化と企業の対応というのがありまして、まあ、このタイトルで言ってみたところプライスウォーターハウスクーパーズがです、ね、まだ監査法人が監査と法務、えー、それからあのコンサルティングが許された時代でありましてこれはコンサル部門はあの IBM に全部移りましたけどもあのそれがまた日本人ですがフランスの大学出た方で。 非常に詳しく話をしてもらい、実はプライベートで40時間、こういうドラフトを作るのに助けてもらって、独立したときにはもうコンサル契約をいたしましたえもう EU 委員会によって EU 法の整備が進む、ただここにはローカル法がずっと残ってるという状態、それから2002年1月1日より、ええユーロえ、登録なんか違うんですが、まあ、ユーロが、あか で使われていくと、えー、よって国ごとの,あの税関もです、ね、全部不利になってますし反抗をさないで EU はまだ拡大基調を続けるとで各企業は国ごとにあの対応してたんですがユナイテッド・ステイツ・オブ・ヨーロッパということで、えー、もです、ね、全部いいってしななきゃいけないけその時にキヤノンニコンの方々とあの個別に知りになりまして。 このコンサルを見て、えー、まとめたわけですただ、こんなもんですね、そのまとめて、えー、12月に帰りまして、会議がありますんで、えー、こういう説明をしたんですが、5人ほどしたんですが、社長も含めて書類をボッと後ろへ行って、えー、管理担当の人だけが呼、まあ、んでくれたということです。で、えーまとら、待ってられませんので、えー、勝手にやります、えー、ただ。だ今の時代それはコンンプライアンス <laughs> 全然だめでして、今だから言えるんですが、まあ、こんなもんですよ。本体が理解できないというのがいっぱいあると思いますし、まあ、今はだめでしょうが、えー、ここに書いてますように、事業変革の背景、いや欧州統一通貨適用を契機として、欧州の市場の統合はさらに加速されますと、えー、国別に分かれていたあのいろんな通貨も含めてですが、 消費者は廃止され国の壁はますます低くなるというかもう移動に関してはゼロですね、えー、大手小売業は、えー、パンあヨーロピアン全ヨーロッパの再編により組織拡大を図り流通支配を強めていくすで、えー、にドイツのマイヤーですかそれからヨーロフランスのデカスロン、えー、インタースポーツインターナショナルこれ12月の初めにあ6日に来るんですけども日本にまああの国境なしですから で多分あのマニュアル化も一本化されてて共通語は英語です。でそういうことで言いきますと当社は国ごとにバラバラで、えー、現地通貨ごとの状態をつけて統一もしてないでカタログもバラバラでさっきお見せしたのも、えー、あの全世界統一なんですが各国ごとにバラバラにやってたっていうのは実態であります。でここに入りますがキャッシュフローを考えたときに 小さな犬1のがそれぞれバラバラにあってもどうしようもないんでさっきのビデオはワールドピッチをしまして世界中でこれを使っていますデビューがつい先月だったんですが先ほど山を登ってきますが。ということとやはり問題になったのはこの人をですね自分の国をあの雇われなのに自分の国は自分のキングのようになってましてこの意識を変えるのは大変でして結論3人の首を切りましたけども。 それくらいいしななきゃんですね人の心っていうのは <coughs> え次に、えー、組織変革の基本方針っていうのはまあここに書いてあるようにまあビジネスモデルを作るということと当然 PL に出てきますからあ今 BS をいろいろ直してる最中ですけどもコスト構造を軽減するとでやはりローカルなんですがもう英語喋れらない人はもう無理ですよね。 だから僕たちの年代の上のフランス人はもう英語を勉強してませんから、非常にあの正しいんですが、この20年、えっと、正確には多分80年代初頭から、ですねヨーロッパのドイツも含めて、英語教育が入ってきましたので、今すべてライティングもしゃべるの全部英語になっています。それをやることによって、このパン・ヨーロピアンレベルの情報を共有できるということです。あとはあの評価制度ですね、ボーナス制度も含めて、後ほどちょっと申し上げますけど、 ここのようなことを使用課題としてやりましたで先ほど、えー、法理学長から言われたように、えー、僕たちはグローバルで大変な今競争をしてまして、えー、ファッショングッズの面もありますんで浮き沈めは結構あるデザインによってよってこれですねあの日本型で年功を積んである年になって、えー、ポーションっていうのはもうほとんど必要ないと個人的には思ってます、えー、海外のコンピューターみんなそうなってますいわゆるプロの人材を取るか専門的に育成するか という世界に入っていってましてえ、古い話の総合職というのはあまり通用しない。専門職をいくつもたた束ねていって、ここでも結構専門的なことが言える方が初めて総合職ではないかと、まあ、それ個人的には思っております。え次えー、っと、これ、ちょっとだけ言います。あの製品サービス。 の質の向上、これは日本の得意なところでありましてあの自分たちで研究して開発するというのがあの日本の特徴だと思います。ほとんどあのファブレスで相手に任せてしまうといったりいいものを取ってきてそうにこにブランドを張るというものがありますが日本的にはもうずっと刀も含めて、えー、こう研究開発をきっちりみっちり自分たちでやるというのがあの特徴だと思います。 で次価値を伝えるコミュニケーションこれはあのマーケティングも入りますけどもワーディングだとかビジュアルだとかまたそれを1対1でもあの説得させるそのあのプレゼンテーションテックテッドみたいなもんですかねまあ個人で言えばそういうものも必要ですとでそれからセグメントやっぱしはっきりしてそのセグメントでどのチャンネルが一番強いか るアンゾフの,あのコーポレート・スタテジーがありますよね。いまだにあれはあの55年ぐらいに出てる、えー、昭和だから70年か73年に出てる本ですが、アンゾフのコーポレート・スタテジー、企業戦略です。え企業じゃないコーポレー、そう、企業戦略の、もうあれは僕は正しいと思います。いまだに使ってます。あと、グローバル化、えー。特定の地域に限定されない価値の普及。 どこでも誰でも受けられる普遍的価値を持つと、すると自動的にグローバルでも受けるということになるんではないかと思います。